ゆうさん、ありがとう。3種類ハート、どうもありがとうございます。ナイスハーフツイン、ありがとう。 今日こそダジャレで笑ってくれる？面白かったらね。前髪切った？切ってないよ。そう、髪型かわいい、やった。 そう、髪型は自分でやりました。だからね、ここがまたこうなっちゃうんですよね。ちょっと触るとね、出てきちゃうから。そう、前髪は普通にちょっとめちゃくちゃ伸びてきちゃったんで、素の状態だとね、まあ、まつげは完全に隠れるんですけど、ここぐらい、目の中心よりちょい上みたいなぐらいになっちゃうから、そう、こう薄くして 分けた。 そう、こうアイドル前髪みたいなのにするの私あんまり似合わないから、こっちのが多分マシだろうなって思って。そう、まだ前髪切りに行けてないのでね。あ、みったかさん、ありがとう。わあ、たくさんありがとう。プレゼント、どうも。いざちやさんもありがとう。 ありがとう。ハンギョドン書いてくれてありがとう。ああ、かわいいハンギョドンだった。よかった。 よかったよかった。 気に入った？ ちょっと実はあれね、ハンギョドンだけはね、そう、完璧に書きたいなって思って、そう、ちょっとね、見ながら書いた。 そう、実はね。若野さん、ありがとう。プレゼント、どうも。どうもどうも。 何そのハンギョドンモチベって。 いいじゃん、ハンギョドンモチベあっていいじゃん、なんでダメなの？ ねえ、別にいいじゃない、モチベあって。でもモチベあってね、ダメなことってないですよ。 ねえ、仕事のモチベだったりね、お絵描きのモチベだってあってもええやないかなあ。 みんな おっしゃる通り。 フルキャパさん、ビーバップさん、ありがとう。プレゼント、どうも。すごい、みんながプレゼントくれる。やっとみやびあばちゃん。 みやびあばちゃんって。 みやびちゃんバターゲット。おお、危ないね。プリオですね、今の。びっくりしたー。ちょっと今ね、三脚を押さえてるので片手で。ありがとう。寺坂さんもありがとうございます、プレゼント。 餅つく餅べもあってもええよな。あー、なるほどね。餅と餅かけてるのね、餅べの餅を。まあ、お餅私好きなんでって感じですかね。点数なし。ゆうさん、ありがとう。プレゼント、どうも。どうもどうも。あばちゃん。 これで運使い果たしたか。そんなことは言わないで。そんな、ねえ、違うよ。ここからがスタートよ。私のね、弾いてくれてね、ありがとうって感じだし。ということでね、左目にね、絶対何か入った。痛い。ん？これ？違う。まつげみたいなのが。あ、出てきた。プリオの毛だ。痛かったー。今日透明感ある。あら、ありがとう。 そう、今日はちょっとね、メイクまた変えてみた。薄くした。大丈夫大丈夫。もうね、なんかね、すごいね、なんだろう、親指じゃないや、人差し指よりね、小さい、なんかこのぐらいの毛が入ってましたね。つけ麺さん、寺坂さん、ありがとう。プレゼント、どうも。今日も透明感あります。ありがとうございます。
今日誕生日です。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバー、まあ、マキシさんでいいのかな。おめでとうございます。おめでとう、あ、ちょっと名前いじっちゃうんですけどあの、おめでとうございマキシさんみたいなね、みたいなちょっとごめんなさい、なんか名前もいじっちゃってでもありがとう、一緒に過ごしてくれて、いい日になりますように。今日からニューチームになります。あ、引いてくれたからってこと。3ヶ月前誕生日は、それはみんなそんな感じじゃない私だって3ヶ月11、まあ2ヶ月ぐらい前に誕生日でしたよ。うん、あ、寺坂さんありがとう。タコちゃん、ゴチゴチ、佐賀のおじさんさん、あ、久しぶり、雪の結晶ありがとう、どうもって言ってるので、危な、私は3ヶ月後に誕生日、4ヶ月後に誕生日、それはねその時お祝いしましょうね多分まだ毎日安心してると思うし、まあ、してなくてもね、かぶらせましょう、なんとかおひさです、おひさ、寂しかったですゴリラさん、プレゼントありがとうキリがないってまあ私が配信続けてる限りはあるんじゃね、ないのでしょうかね。俺も誕生日やるよって実はね、私も誕生日があってね。そうなんですよ、私もね、そう1年に1回誕生日が来るんですけど、そうザックさん、チユーさんありがとう、プレゼントどうもクリスマス公演のイベント内容出てたけど何か当てたい。あ、なんかねすごいあるんですよね、なんだっけ、忘れちゃった9月まで続けててください、いいや365日、毎日が記念日、いいこと言うじゃんコメントしてくれないから寂しかったですよ、山にゃん寂しがり屋なんで私、なんだろう、なんとかでカメコ用のカメラ買うか、握手会に使うか悩んでますすごい片言になっちゃった、迷っちゃうね、でも会いたいな、うん、撮ってくれるのももちろんね嬉しいけど会いたいですね。結構なんかもう B さんのねイベントとかも終わっちゃって、ちょっとみんな不足というかビームズ不足なので会いたいですがバースデーいいですね、たくもおしめに会いたいです、私も会いたいです、あなたたちが思ってるより私はね、あなたたちに会いたいですよそう、みんなが思ってるより私はみんなのこと考えてますからね。今あの人なんか最近リプとか来ないけどどうしてるのかなとか、あ、私のことはお嫌いになっちゃったのかなとか、そういうのを考えてるのでお願いします次のシングルで初めましてしたい、おー、しましょう、しましょう、待ってるよ、久しぶりにお話し会に行きたいです、行きたいねねえ、嫌いになるわけがない、あら好きです
話し会に参加してオタクと飲むまでがワンセット。あでもなんかそれでこう私のアクリルスタンドとかをこうやってあの料理の前に並べてくれたりするじゃないですか。そう、それがね私嬉しくてそうなんか生写真持って私の壁写真撮ってくれたりとか、そういうのがすごい嬉しくてね、そう私もなんか参加してる気分になっちゃうゆういちさんありがとう、ハートどうも参加してもええんやで。あじゃあちょっと坂で参加の方でちょっとね場所はね内緒でね、夢の中でね会いましょうね。そこはねちゃんと忠実にね可愛い、ありがとう毎週アクスタ揃え、ん？添えてタクタク飲んでる。え、でも嬉しいですよ。だってねえ、それだけそのアクスタを持ってる瞬間ってだって私のことを考えてくれてるってことでしょ？でしょ？そう、その時間が毎週あるっていうのが嬉しいですね。あ、クリオがとんでもないとこに。なんか服が積まれてる山のところにちょっとガサガサするんですけど、プリオですそうフフ生誕祭終わりの飲み会が楽しいったらありゃしない来年ね生誕祭か、ここ店でするのかな、するとしたらね、させていただくならキャープリオの好物、プリオの好物はねなんかでもマグロ系かな、マグロ系のフレーク、キャットフードとか好きですよ。シュウさんありがとう、プレゼントどうもみこさん写真お守りとして持ち歩こうかなね、あのあれあれあるかもしれないですよ、厄除けちょっと待って、ごめんごめんね、右目にも絶対なんか入った、もうちょっと待ってごめんね、つむじなんですけど、あ取れた、これか、ふうちょっと久しぶりにねマスカラしたのでね、そうそうん、あびっくりした、モコモコが動いただけかそう久しぶりにマスカラをしてね、そのマスカラって繊維っていうのが入ってるんですよ、長さを長く見せるときに、なんかなんだろう、まあ例えた食べ物で例えるとひじきみたいなのが入ってるんですねそうそういうのがたまになんかねポロって落ちちゃったりするんですよ、そうそうなんですよひじきは草いやまあそれっぽいやつ、ね黒いマスカラだったらひじきみたいな、なんかこうシュッてした棒じゃないけどなんかまあ、繊維が入ってるんですよ、わかりやすいそうそうそう、なんかそういうのが入ってて、 そのひじきを使うことによってまつ毛を長く見せれますよみたいなやつなんですけど、そう、それがね、時間経ってくるとね、落ちてくるんですよ。そう、もう、どっか行っちゃったけど。あ、待って待って。それはいかん。あ、ちょっとプリオがすごいことしてるんで、ボルダリングしようとしてるんで。無理。ダメだよ。ダメ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 。ふぅ。ただいまんぼー、
すいませんね。あ、181日達成してた。ありがとう。181日です。ありがとうございます。そう、ボルダリングしてた。洋服で。キャットフードとか食べておいで。次の公演からひじき気になって見てしまうやんって。いやー、それはね、でもそれが入ってないマスカラ使う時もあるから、そう、大丈夫。ありがとうございます。181日、下から読んでも上から読んでもですね。そうね、ということでお水飲みます。今日何時まで？今日ですね、9時までやろうかなって考えてるんですけど、どうですか？たくさん話してくれるなら9時までやっちゃおうかなって思うんですけど、話してくれるかな？話してほしい。いいとも。あ、いい返事ですね。じゃあ9時になったら壇上読んで1位の人にお礼書きます。よろしくお願いします。いいとも、ありがとう、みんな。じゃあたくさん話しましょうね。コメントしてね。すごい、いいともの嵐。そうだな、でもなんか話そうと思ったことがあったんですけど、なんだっけね。そう、まあ思い出したら話します。ね、逆に何かショールームで質問とかありますか？サングラスかけてもう一回呼びかけてみようか。サングラスか。そう、100均でね、私もね、かっこつけたい時期があって、なんだろう、なんか結構私ってお話し会とかの洋服がガーリー系じゃないですか。まあ言えば系統的にガーリーだったり、ちょっとなんだろう、今流行りの地雷風みたいなのとかじゃないですか。でも私もスタイリッシュになりたい時期があって、そう、ジーパンとなんか T シャツとか、そういうのもしてみたい時があったんですよ。そう、今全くないわけじゃないけど、それでなんかカッコつけてみたくて、100均でサングラス買ったんですよ。そう、そしたら全然似合わなさすぎてね、そう、なんか笑いも出ないみたいな感じになっちゃった。そう、ネタみたいになってしまったの。でもまあ、いや、でもこれあれじゃないですか、自分で「いや、まあ似合ってたんですけどね」とか言うのあれじゃない？まあ似合ってはいたんですけどみたいな。それはね、ちょっと恥ずかしいですね。まあそうですね、ツンデレの練習ってことで。ああ、なるほどね。じゃあハート型のとか買わなきゃね。100均とかにもありそうっちゃありそうだけど、見せてみなさい。今ね、ないのよ。伊達メガネならね、探したらあると思うけど、そう、100均のはね、別の部屋にあると思う。ごめんよ。まあ、私の顔スクショして目黒く塗りつぶして線引けば、なんかそんな感じです。そう、そんな感じ。落書きね、してみてね、ちょっとお試しください。
ともちゃんかわいい、ありがとう。どうもどうもどうも。パーティーシーズンですからでしょう。あー、あれでも前にそうだ、誕生日の時に、あ、それ片付けたんだ。もう私、そう、私ね最近ね、そう、片付けがねすごい得意になってきてね、すごいねもう部屋綺麗ですよ。そうそうなのよ。タタちゃんさん、ありがとう、雪の結晶、どうも。片付け偉いやんでしょ。あのね、パイプユニッシュとかねやってますもん。断捨離、あー、断捨離とまではいかないけど、でもそうですね、年末とかだとしたいな、断捨離。そう、パイプユニッシュもね、もう使えマッシュみたいな、使いこなせマッシュってそう、もうね、もうパイプユニッシュ界の女王って呼んでください。ほんと、もうさばきがねすごいんで。プロフィールの特技欄に書ける。白熊さん、ありがとう、プレゼントどうも。ちょっと女王の件詳しく。まあね、あのパイプユニッシュはこの世でね、まあいっぱいご家庭で使われてると思うんですけど、その中でもね私が女王ということでね、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきたんで、この話なしです。はい、ともちゃん、ありがとう、ハートハート畑や。何言ってるか分かんなくなる時ありますよね。パイプユニッシュ、排水口に流すだけでは。あのね、そのひと手間をね舐めちゃいけませんよ。そうそうなんですよ。そう、そのひと手間もね、もう軽々とできるようになったんですよ。ゆうさん、ありがとう、星、どうも。みやびの当選品を神々しく神棚に置いたらな、たたってる感が出てしまった。あら。重曹とかクエン酸使いこなす、え、そこまではちょっとまだ行ってないですね。なんかね、パンケーキに重曹入れるとふわふわするっていうのは知ってるけど、え、でもそれ思ったんですけど、そう聞いてから、そう、あ、祀ってる。分かってましたけどね。そうそう、それで、そう、あの重曹入れるとふわふわ、あ、ふわふわになるのね。そう、え、あれ食べれるんですか、重曹って。食べれるの、掃除とは違うやつ、そういうこと。春先生さん、ありがとう、星、どうも。白熊さんもプレゼントありがとう。あ、食用がある、え、同じやつ、え、意見が分かれてません、怖っ。まあ、え、どっちでもいけるってことか。あ、あ、そんなに害はないんだ。あ、料理にも使う、ふーん。そう、私すごいなんか、そう、私もなんか作ってみたいなって思ったんですよ。そう、パンケーキとか、まあ好きっちゃ好きだから。そう、でも重曹って思って、そう、へー、そうなんだね。うん、こんばんは、こんばんは。へー、なかなかですね。
勉強になりました。じゃあ何に入れてもふわふわになるってこと？そう。ん？ゆうとんさん、ありがとう、プレゼント。どうも。私のポスターで何かの偉人感が出てる。まあみんなの心のオアシスみたいな感じになれたら嬉しいです。パスタに使うともちもちになる。重曹ってベーキングパウダー、同じなの？別物だと思ってた。そうなんだ、すごいね。パスタか。あ、そう、パスタで思い出したんですけどね、そう、さっきアネビームと LINE してたんですよ、あの配信前に。なんかパスタを容器に入れてそれだけでチンするだけでできますよみたいなやつあるじゃないですか。わかります？なんか100均とかにも売ってるやつ、なんか長細いやつで、でパスタ入れてお水とかなんちゃらして、まあ本当にチンするだけで茹でれるみたいなあるじゃないですか。そうシリコンのやつ。そう、それね、アネビームがなんか焦がしたらしいんですね。そう、穴を開けたか何かで溶けたみたいなこと言ってて、それ使って大丈夫かなって言ってきたんですけど、どう思います？ダメじゃない？無理じゃない？溶けちゃったというか、焦げる、そう、焦げたらしい。そう、あ、穴開いたらね、あ、確かに水漏れしちゃうか。そう、でも多分焦げただけかな。じゃあ、おくじいさん、ありがとう、ハートとだるま、どうもです。白熊さんもプレゼントありがとう。焦げたことない？どうなんだろう、一回焦げちゃったものってなんか使えそうではあるらしいんですよね。そう、画像を見た限りとかだと買った方がいい。ですよね、やっぱそう思うよね。そんなに高いものではないから、あ、冒険しなくてもいいのでは。そう、800円って言ってました、買った時。プラスチックの溶けたやつなんとなく危ない。あ、そうか、危ないか、やっぱり。じゃあ伝えときます、ありがとうございました。解決ですね。あー、そこから何かね起きちゃったらね、確かに元も子もないって感じ。いいお値段しますね。そう、アネビームね、そうですね、いいもの使ってるじゃないかな。そう、でもそう、一番上のアネビーム、私料理全然できないんだろうなって思ってたんですけど、私以下だと思ってたんですね。まあ、私が一番三姉妹の中で料理できるんですけど、そう、そしたらね、アネビームね、そう、写真送ってきたんですけど、料理上手だったんですよね。そう、私ね、最底辺になりました今。なんかピラミッドみたいなのあったら、もうピラミッドがの下がここだとすると、なんかここら辺にいますね今。もう三角の中にいないから。雪見大福さん、ありがとう、プレゼント、どうも。いいな、雪見大福食べたいな。あ、いいな、本当にいいな。うわ、いいな。そう、今ね、お餅増量らしいですよ。全然話変わるけど。そう、しゅうさん、かわいい、ありがとう、どうも。そう、お餅増量らしい、 20% ぐらいが増量。アネビーム何作ったんだろう。なんかね、普通にね、生姜焼きとかね作れてましたね。
や私も作れるんですけど、そう私はいやでもここが違うんですけど、私はレシピ見ずにできるんでね。そうすごいでしょ。お餅造りをそういう知識はどこから手に入れるの？あのね、 LINE ニュースですねそうアイスコーナーはなんか最近コンビニにそもそもあんまり行ってないからわかんないけど、そうそうなんですよ、 LINE ニュースで見た。白熊さんありがとうプレゼント君大福期間限定のいちごのやつが美味しそうだった。へえ、いいね、いちごか、いちご好きなんですよね大事なとこちょっと噛んだしいいですね、君大福か。わーでもアイス食べたいけど、そうあのメールに書いたんですけどね、そうあのアイスボックスにね牛乳入れるの美味しいんですよ。そうでもこれはね本当にね、あのメルさんとあの姉ビーム情報ですね今日姉ビームの話題が豊富ですねレシピ見ないであれだけできるのすごいでしょ。そう私親子丼とかも作れますからね。白熊さんありがとうハートメールといえばチョコ見つからんかった。あーそう朝書いたねあのやつで、そうあのなんだっけ、まるでバターな食感みたいな、まるでバターみたいなやつがあってチョコで、そうそれねすごい結構美味しかったんでおすすめしたくて、そうそうメルさんもやってた、そうそうそうやってましたよ。そうでもねなみなみ入れるんじゃなくて、そう 80% か 70% くらいまで入れた方がいいです。牛乳は溢れちゃうし、そうなみなみだとまあそれでも全然美味しいんですけど、そうなんか牛乳とのなんか掛け合いでなんかアイスボックスが結構早く溶けてくんですよね。だからちょっとそれを防止するために70% か 80% くらいの方がいい。白熊さんありがとう。だるまちゃんどうも。あアイスボックスにウォッカ、あら大人、それは初めて聞いた。というか飲んだことないですね、ウォッカね、あれでしか聞いたことないですよ、コナンでしか。そう、すごいね。でもありますよね、ハリボーをお酒につけるとか。コナンで確かにそう、コナンではねお酒の名前聞いたことあるんで、だからコナン私結構好きなんですよ。だからねお酒の名前は知ってるんですねジンとかねそうだからそうお酒の名前はなんか謎に詳しいのはそういう理由です、コナン見てるからっていうだけ。そうすごい詳しくなれますよ、おすすめですアイスボックスには炭酸水、ああまあそれもね結構いいけどね。そうやっぱ牛乳ですね。あいいな、牛乳飲みたいし雪見大福食べたいしって感じですね。あら宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんごち久しぶりちょっとだけ。球場とかでもアイスボックスにチューハイ入れてる、え、そうなんだ、へーすごー。27日の制服の目公演絶対に当てたいので当たれビームください、当たれー
タレンコン、はい、当たりました。ホットミルクに雪見大福だな、うわ最高じゃん、それ最高ですね、いいね、ホットミルクか、そういいね、そうありがたいことにね、ファンの方々からなんですけど、そうサボのコップをいただきましてね。そう推しをね見ながらね食事ができるっていう環境に、ね、なりましたね。そうそれがね本当もう、そうでも今日危なかった、なんかトレンドでやっぱり今週のバンピみたいなの書いてあってね、そうちょっと危なかったですね。そうキャラ名とかは書いてなかったからなんともなかったけど、そう当たったかもしれない、当たりました、席はご自身の運で頑張れ。そう幸せですよ、ハッピーライフ。あワンピ休みだった、あれえじゃあ何見たんだろう、夢怖っ。そう最近ね夢だとね、そう悪夢しか見ないんですよね、夢でワンピのネタバレ食らったってこと。すごいね人の思う力って。夢ね、そう本当に最近ね悪夢でね、そう今日もだってそれが夢だったらネタバレ食らう夢でしょ、でなんか他にもね見たんですよね、なんだっけな、なんか見たんですけどもう忘れちゃった、サボカップで何飲んでるの、あサボのコップで、え普通に豆乳とかをね投入したりしてますね。宮田さくらたんさんありがとう、星どうも、そう豆乳を投入ってコップに、宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんとだるまちゃんもどうも。悪口の夢以外で、あー見たのですか、そう見たよ、なんか見たけどね、そうなんだっけ、なんか今日仕事があるって思い込んでたのか何かわかんないけど、起きた瞬間にそうやばいって思って遅刻って思ったんですよ、そうそれだ、そうもう本当に血の毛がさーってなって、もうびっくりしすぎて声出なくて、そうあ違ったと思ってすごいもうふーってなりましたもん。そう宮田さくらたんさんありがとう、だるまちゃんだるま畑って言いたかったんです、噛みました、振りが全部飛ぶ夢あんまりそれは最近見ないかな、白熊さんありがとう、結婚してどうも。宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんごちー、たかちゃんかもなしさんありがとう、プレゼントどうもどうもどうも、うわーってなるよね、いや本当にねなんかやばいとか言うのも出なくて、どうしようとかもう呆然としてるというか、そう白熊さんハートありがとう。ん？自分は非日常的な夢見ることが多い。どんな？例えば。ともちゃん、ああありがとう、たくさん。だるまちゃんどうも。ありがとう。
オリゴ糖。どうもどうも。だるま畑や。言えた。白熊さんもありがとう。どうも。そうですね。そんな感じですかね。夢で空飛んだことある？ありますよ。そう、ね、そう、落下しちゃったけど、落下し、なんか仕掛けてる時に起きたんですけど、その時はそう、そんな感じだった。宮田さくらたんさん、ありがとうし、どうも。昔よく宇宙人の夢見てました。それはすごいことなのでは。なんか宇宙人からのメッセージみたいな。え、受信しちゃった感じですか。東京の街歩いてたらいきなり福岡にワープする夢。じゃあそれはね、現実にしてもろてね。劇場で待ってますので、待ってるよ。夢で落下はよく見る？そうなの？夢にメンバー出てきたら起きた後ちょっと気になる。それは確かにわかる。なんかなんだろう、例えばね、なんかいぶきが出てきたらちょっと今日いぶきのことなんかすごい見ちゃうわみたいな感じですよね。いきなり福岡にワープしたすぎる。ぜひね、もうルーラですっけ、ドラクエだとね、それ覚えてみんなちゃんと。ルーラね、ちゃんとしてください。いきなり来てください、福岡に。いきなりね、ステージ上にね現れても出迎えますよ、ちゃんと。ゴーってなるけど。宇宙人と UFO のシリーズものです。すごい、なんか一本の映画できそうですね。キメラの翼でも OK、 なんでもいいよ。お客様、福岡もね、なかなかに寒くなってきましたね。そう、もう昨日、おとといくらいにね、初めてね電気毛布出したんですよ。そう、すごいいいね、抜けれないね電気毛布って。もう無理だね、こたつよりなんかこう密着度とかが高いじゃないですか。だから抜け出せないね、もう。宮田さくらたんさん、ありがとう。たこちゃん、ごちダメにされてる、本当ですよ。そう、本当にダメにされてるの。でもそう、朝起きたらお水飲むことにしてるんですけど、美容的になんかお肌にいいって聞いたんで。でそれでなんか、その私お布団から出られなくなっちゃうから、そう、ちょっと遠くのテーブルにお水置くようにした。そう、そしたらもう喉渇いて自動的に起き上がるじゃないですか。そう、ぜひね、出れない方ね、ちょっとそれ同じことしてみてください。できますよ。そう。そう、いいんですよ。で、朝ね、白湯とか飲むといいって聞くんですけどね。そう、白湯作るのはちょっと朝はめんどくさいなって思っちゃうんで。枕元に置くしか、もうそれはね、もうそこでしか生活できなくなるんでね。そう、ちょっと控えてる最近は。
朝の常温水の給水は健康ね、健康ね。今日9時までですよ、あと12分くらい。もう早いね。そんな目覚ましを遠くに置くのも効果的。あ、目覚まし時計ね、そう、あの電池が焦げちゃったというか溶けちゃったんですよ。そうだからね、目覚まし時計がなくて、うち今携帯でねやってるんですよ全部。そうアラームとか、そう液漏れしそうしちゃってね、なんかすごいことになってたから、そう捨てちゃった。そうでも携帯のね、私アラームをね犬の鳴き声にしてるんですけどね、朝からね結構来ますよワンだからワン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 って鳴るんですよ耳元でだからねすごいね、なんだろう、ワンちゃんが悪いわけじゃないけど、そうどのワンちゃんにも罪はないけどね、なんかちょっとピキって来てしまいますねたかちゃん、かもなしさん、ありがとう、プレゼントどうも。アラーム2人乗りの自転車にしてるから、あー確かになんか目覚め良さそうね、なんか最初のイントロいいですもんね。あー、でもそれなんか怖いな、なんかパジャドラじゃない日とかにそれが流れて、え今日ってってなりそうそう猫の鳴き声がね内蔵されてなかったんですよね確か iPhone に。そうとばっちり、本当にとばっちりなんですけど、そうなんですよ。なんか初期設定のアラーム音にしてるとね、イラつき度がさらに上がっちゃうので、そうワンちゃんに落ち着いたんですけど、そうでもね最近ねアラームより前に起きますよ。なんかアラームの2分前とかに起きることが多い。そうすごくない？うん、寺坂さんありがとう、たこちゃんごち、みおたさくらたんさんもありがとうございます、ごちです、たこちゃんありがとう。そうあとね、でも曲だとねあれはアラームにしてて全然不快じゃなかったですね、思春期のアドレナリン、そうあれはねめちゃくちゃ私好きな曲なんで、そう逆にねそれで、ね、なんだろう、ちょっと居心地が良すぎてっていうこともあるんですけどねアドレナリンいいよね。最初が結構もう最初からこうハイテンポというかアゲアゲって感じの曲じゃないですか、だからね結構目覚められる久しぶりに見に来た、ありがとう久しぶりあ、寺坂さんありがとう、またタコちゃん、ミオタさくらたんさんもありがとうございます、たこちゃんごちオーバーチュアとかにしたらいいかも。あーでもそれわってなっちゃうはないかな、その公演とかがない日になっちゃってね、そうそれが怖いんですよね。でもそれにしてみようかな、ちょっとそれにしてみます振り付けもアゲアゲ、そう振り付けも私好きなんですよね。寺坂さんかわいい、ありがとう、どうもそうノリがいい曲はね逆に公園でオーバーチュア流れたら朝って思うかもね、なんか朝のね、まあ眠いし寒いしっていう記憶がなんか
すごい蘇ってきそう、ブワーってまあね、でも曲はねありですよね。そう、全然あり。そう、ちょっと小話なんですけど、そう、私が好きなゲーム、アイドルマスターってゲームがあるんですけど、そう、それのサブスクがね解禁されたんですよね。おめでたーい。それとね、そう、私が100万点マラサロメさん好きって言ったじゃないですか。サロメジオさん、 VTuber さんの、そう、弾丸論破っていうゲームを実況されてて、その弾丸論破が何章までなら実況していいですよっていう風になってたんですね。でそこで止まってたんですけど、そう、なんとね、そう、弾丸論破の全章実況 OK ですってなったんですよ。だからやるんですって、実況それが楽しみでっていう小話でしたそう、今日はね配信休みらしいんですけど、明日からやるって書いてあって、ちょっと私は結末は知っちゃってるんですけど、そう、3とかは知らないけど、1と2は知ってるんで、そう、あとは過去編みたいなのとかも、そう、そう、楽しみ報告ありがとうどうもどうもそう、そうなんですよ、いいよね。そう、サブスクもね解禁されるなんて、しかもなんか嬉しいことがたくさんって感じですねそう、でもサブスク解禁いつからだっけ、今日ですっけ、なんかね違った気がする、いつだっけな、足がねしびれちゃったんで崩しました。そう、でもいいですね、なんか推しの配信がそうあるっていうの、なんかみんなもこういう気持ちなのかなって思ったまあこういう気持ちであってほしいっていうのは思いましたけどね。そういう気持ちです、みんなでもなんか待機場にいるとかそういう気持ちやでありがとう、ちゃんと正座してるんだ、正座っぽいのしてる、女の子座りみたいな。配信あるとハッピーですし、かわいいありがとう嬉しいですね、もうそういう気持ち、あら、よかったそう、私もね、でもそう、メモ帳でねネタをね書いてるんですけどね、そのメモ帳をね、そう、別の部屋に置き忘れるっていうことをしたんで、今日ですけど、そう、そうなんですよ、だから話したいことを思いついたらまた話します寺坂さんありがとう、宮田さくらたんさんもごちです、たこちゃんありがとうございます、どうも、あ、白熊さんもハートありがとう、ありがとう。あ、そういえばそうだそうだそうだ、 M1 見ました、みんな見た、あれ誰が優勝したんですっけ、結局誰だっけ、そう、敗者復活がオズワルドさんですっけ、ウエストランド、あ、へえ、へえ、私あれかと思ってました、さやかさんかと思ってた。白熊さんありがとう、だるまちゃんどうも。そう、アネビームがすごい大絶賛してたんで、そう、そうなんですよ、そっちかと思ってた、へえ、
公式でネタ上がってますよね、多分見てみよう。そうでもあれはしたんですよ、録画はしてあるはず確か。さやまるさやかちゃんちゃうわ。白熊さんハートありがとう、どうも。あ、賛否がある、まあ難しいよね、いろいろね。まあすごいですね無安ね。決勝じゃないけど金属バットとどん兵衛公式が絡んでて笑った。そうあのね、私の好きな芸人さん金属バットさんって言うんですけど、そうどん兵衛をね持ち帰るのが毎年恒例って言ってて、そう今年もね持ち帰ってて、まあ決勝には行ってほしかったけど、でもなんか元気な姿を見れたらそれでいいかなって思っちゃった。本音はね、本音言うともちろん決勝行ってそう1位とかね勝ちててほしかったけど、そうまあいろいろですもん。宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんごちありがとう。好みが渋い。そう私ラジオとかも聞いてますよ、金属バットさんの。そうYouTube チャンネル登録しててそうラジオも聞いてる。空気階段さんのどん兵衛の CM が優勝だった、見たことないかも、見てみよう。宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんごち。あとありがとう、だるまも、あありがとう。だるま畑やありがとう。難しいね、いろいろとね。そうだそう、それでなんか話がちょっと点々としちゃうんですけど、そう前髪切るか悩んでて、そうなんですよ、なんか今みたいにこうやって分けてるのもいいなって思うんですけど、そうでもやっぱり分け目あった方がいいかなっていう風にも思うし、そうなんかさえさんみたいな前髪にしたいなっていう気持ちもあるし、でもくるたんみたいな前髪も好きだからどっちにしようかなっていうので伸ばすか悩んでる。そう伸ばすというか伸ばして薄くするっていうかそういう感じ。切るなら今がチャンス、確かにそうですね。クリスマス公演ですいませんおんまゆですってなったらね、もうみんなドヒャーって感じですもんね。宮田さくらたんさんありがとう、たこちゃんこっち。そうわもうね、自分で切れるようにならないといけないんですけどね、そうこういうことがあるから。宮田さくらたんさんまたありがとう、たこちゃんこっちです。伸ばしてもいいんじゃない？おお。勇気が、そうそうですね。もう自分で切っちゃダメ。まあね。あ、9時なので読みます。読みますの寿司。はい、13位の方から。13位はユートンさんです。12位はゴリーラさんです。11位はつけ麺さんです。10位は角田さんです。9位はたかちゃんかもなしさんです。8位は86さんです。7位はファニーレさんです。6位はともちゃんです。5位はわらわらたんさんです。4位はしろくまさんです。3位はゆうさんです。2位はてらさかさんです。そして1位はドゥルルン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 バン、みおたすさくらさん、みおたすさくらたんさんでした。ごめん、おめでとうございます。肝心のとこで噛んじゃった、おめでとうございます。おめ
本当に申し訳ない、今噛んじゃったのは。そう、名前は大切ですからね。噛んだねごめんごめんごめんね。書いてます。なんかすごい塵みたいなのが、あ、取れた。めでとうで涼しいそういうとこも可愛い、ありがとうオリゴ糖です。はい、何がいいですか動物次は誰の写真持って前髪切りに行くんだろう誰かな2、3、4、5、6、みやび、できれば絵文字があるやつがいいけど、名前バラバラにされるのあんまり好きじゃないから、それは嫌かな。ラッコ、あ、いいよ。そう、ラッコはね、ラッコ、イタチ、うーん、どっちがいいかな。え、じゃあラッコいいよ。あ、でもイタチ書いたことないですよね多分。そっちにしましょうか。イタチ、こんな感じな、なんじゃないですかね。これは これでこうしてこうじゃん。いや、いい出来ですよ。はい、おめでとうございました。イタチおめでとうございます。おめでとう。犬じゃないですね、イタチって書いてあるから。みんなカタカナもねちゃんと読みましょうね おめでとう。イタチって書いてあるからイタチなんですよ。そう、おめでとうございます。ありがとう。もっとたくさんショールーム来てくれるの待ってますキツネちゃうわありがとうございました。こんな感じです。イタチ、たちでした。ありがとうございました。おめでとうございます。1おめおめ。ということで、壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました久しぶりの長時間でしたけど、見てくれて嬉しかったです。ありがとう。それじゃあ、おやすみなさーい。
バイバーイ。